これ実は中にライナーがつきます。ちょっと脱いでもらって、はいはい、かなりシンプルに作られてるんですけど、もともとの M65 もライナーがつけられるようになっていて、スペジはやっぱり M65 をファッションアイテムに進化させた最も代表的なところっていう、ゴートスウェードすごいぞ、これはヤギですね。わー似合うな、かっこいいな、かっこいいね、これ気持ちいい。いやちょっと待ってM65 って一口に言ってもいろんなこうなんだろう素材でできてるから表情が全然違うんで、ね、確かに違いますね。最初のだ本物で言うとこういうね、こういうものもあれば、今着てるスウェードみたいなのもあるし全然違うんでね、フォースタースタイル編集長の星葉です。編集長のスタイルクリニック略してスタクリ、今回のテーマは M65 です。ようやっとね、あの秋が近づいてきて、アウターが出揃ってくる頃なんですけど、アウターの中の基本といえば M65 です。メンズファッションの中でこれも金字塔と言ってもいい、過言ではないこのアイテム、なかなか言及することなかったので今回はそこにスポットを当ててご紹介していきたいと思います。どんな色、どんな形、どんな素材のものをどういうふうに着ればかっこいいのか、最後までご覧になっていただければと思います。それでは行ってみましょう、どうぞ。はい、ということで今回は、まあ、秋がねもうそろそろ近づいてきたということで、まだまだ暑いさなかなんですが、そうですね、はい、まあ、ファッション業界といえば、ちょっとね先取りでいろいろご紹介していくということもあり、秋冬の一発目、今回は M65 をちょっと紹介したいと思います。いいですね、M65、はい、今回も天の声さんがお休みということで、はいはい、2号です。天の声さん2号があのカメラ大坪です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 M65 とかこの辺のミリタリーのところは大好きなので、うん、そうですよ、一番ググッとくる、まあ、スウォークの中でも散々紹介してんじゃないですか。もう 何回も来てますし、持ってますし、はい、いっぱいずらっと並んでるんで、はい、楽しいですね。僕逆に M65 はちょっと分かんないですね。まあ、あのもちろん見たことありますけど、はい、まあ、ミリタリー調なんでミリタリーから来てるんだろうなっていうのは分かるんですけど、あんまり詳しくは知らないですね。なんか これは、うん、まあ、メンズファッションの中でも、いろんなこうミリタリーから出てくる、軍物から出てくる定番アイテムっていうのがいっぱいあるので、はい、例えばダッフルコートとか、ピーコート、はいはいはい、トレンチコート、トレンチコート、ね、まあ、なんかそんなものもいっぱいあるんだけど、そのうちの一つに実はこの M65 というのが実はあって、この特徴をちょっと紹介すると、代表的な部分でいうと、大きなこのポケットですね、フラップ付きのね、フラップ付きのポケット、でそれからジップアップでブワーッと締められる、でスタンドカラーですね、ここね、ちょっとネックが高い、でさらにネックが高くてここに実はねフードが内蔵されてます。ほー、一応 M65 と言ってますけど、これもっと言うとモデル1965、モデルの M とここを足してできているのがこの M65、 通称 M65 というモデルです。65年に誕生したというか、アメリカ陸軍のフィールドジャケット、フィールドジャケットです、ね、おで、その前は実はこれも前もう一個あって、はい、M51 っていう、これはもう今ね、あの大坪さん言ったように、はいはい、だんどんどんこう進化していくんですね、でこうなってこうなって、これは日常使いしやすくどんどん新しくなっていってるっていう感じなんですか、それともそこはもう関係ないですか。これはね、日常使いというよりも、戦争は戦うための服、死が対価なんですよ、はいはいはい、だからまさに戦うための服であって、より戦いやすく機能に特化した、そういうことですね。死が対価なわけだから、死なないように、はい、めちゃくちゃいろんなことが工夫されていくのが、まあ、この服に全部詰まっていると。そういうディテールを見ていくのが、まあ、メンズ服の面白さなんですが、はい、その、まあ、別に今戦争するわけではないので、そういうものももちろん近いものもある、リアルに近いものもあるし、どん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 進化してかっこよくなっているものもいっぱいあるので、今日はいろいろ紹介していきたいなという感じですね。勉強になりました、はい、もう40年ぐらい作ってるんですよ。これでもそういうことですよね。65年から作り始めて、多分ね2007-8年ぐらいまで作ってる、まだそうですね、採用されてますね、はい、そんな服ないですよね。すちょっと男のロマンというか、もうもちろん男性好きですね、絶対、まあ、一番ベーシックな色は実はネイビーとかじゃなくてこの色なんです、そうですよね、はい、これがまあザ本当の一番
ベーシカルな M65 というか、うんうんうん、オリジナルに近い、オリジナルに近い、オリジナルはもっとねガバッとしてるんだけど、これもちょっとねあの現代的にこれでもなってるんだけど、かなりオリジナルに近いやつですね。ファーストモデルにものすごい近いですよね。近いですね。やっぱもうファーストモデルみたいなのがあるんですね、うん、このファーストセカンドサードみたいなのがある、サードとかいろいろあるんですね。すみません。これちなみに大友さん興奮しますよねM65 にこれ上もあるし下もあるんです。これ、ね、パンツもあるんですよ。パンツもあるんですね。そうだからまあ掘れば掘るほどいろいろ出てきちゃうんだけど、今回は M65 でも上の方のリアルに近いものからモダンになってるものでちょっといろいろご紹介したい。楽しみですね、はいはい。で、まあ、まず、うん、ノア君が今日着てるやつ、はい、アスペジというブランドです、はい、アスペジ、はい、アルベルトアスペジって言って、うん、イタリアミラノのブランドなんですけど、うんはい、実は中にライナーがつきます。ちょっと脱いでもらって、はいはい、かなりシンプルに作られてるんですけど、もともとの M65 もライナーが付けられるようになっていて、スペジはやっぱり M65 をファッションアイテムに進化させた最も代表的なところっていう。そうですね、スペジといえば M65 という、もうイタリアブランドなんだけれど、こういうシンプルであの本当に素材が良くて形も綺麗でっていう、めちゃくちゃかっこいいですね。なんかあの割と男いいですね、うん、大人の人がさらっと着る、うん、ダニエル・クレイグとか着そうなね。あー確かに、あの本物の M65 ではないけれど、うん、本物らしい M65 というか、かっこいいな。ノア君それでサングラスかけてみて似合いすぎるよね。似合いすぎっすね。ガチになるね。めちゃくちゃ合ってますけどね。うん、時計もちゃんとあれですもんね。ちょっと時計今日は時計なんですか。今日ね IWC だからバッチリですね。うわバッチリですね、はい、男臭いね。はパイロット、パイロット、かっこいいっすね。で次にオーベルジュかけるビームス、まあ、ビームスが入ってるので、はい、かなりこだわりにこだわり抜いたちょっと着てみてます。これが原型に近いですね。ファーストモデルに。これが原型に近い。エポレットのありなしで変わってくるんですよね。そうなんですね。ここにエポレットが、今のさっきのこれねエポレットって言ってこう検証がついてる、ね。はい。これなしですね。うん、はい。でちょっとオーバーサイズ気味に着れる感じですね。綺麗ですね。でも原型のシルエットに近いんだけど、ね、うん、でも腕の太さとか、うん、そういうところがちゃんと計算されて、あと着丈のね、うん、感じとかいうところがうまく作られてるのかなと思いますね。オリジナルはもうちょっとガバッと大きい。オリジナルもっとガバッ、ガバッ、もっとガバッで腕太くないですかね多分。ね、そうなんです、ね、うん。そういうところがすごく計算されて、あの着やすくできてます。ちなみにこれで74,800円ですね、うん、ちょっと買いやすい、うん、まあ相場で言うとやっぱそれぐらいなんですか。70,000、本物はもっと安いですよね。まあでも今めちゃくちゃ人気なので。あ、そっか、人気なの。ファーストでこの程度のいいやつだと もうちょっとしますんじゃないですかね、うん、マニアがねいっぱいいるんで。まあそうっすね、うん、一番ね有名になった映画だとタクシードライバーっていう映画で、うん、ロバート・デ・ニーロ、はい、ロバート・デ・ニーロ、ロバート・デ・ニーロが来てた。トラビス見たことない。モヒカン、ナイス。もうすぐ見ましょうすぐ見ます、終わったらもう見ながらやる。休憩時間も見とくんだ後でモヒカンになると、次の登場してる時はモヒカンになってるんですかすごいんだよね映画。バットマンの悪役って何でしたっけ、ジョーカーの元ネタがタクシードライバー。結構でももう古い映画ですよね。1970年代じゃないですかね。70年代か。すごい、あの本当タクシードライバーなんだけど、はい、まあなんかこういろいろどん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 こう変わっていくんで、ね、なんかそれが面白い。最初普通の髪型してたんだけど、急にモヒカンになっていったり、はいはいはい、ここに銃仕込んだりして、こうカシャッ、ここナイフ仕込んだり、ここはナイフ仕込んだり、そういう映画なんですか。バーンってやると銃がボーンとか出てきたりとか。いや本当すごい、本当面白いですね。でもで体鍛え、もうずっと腕立て伏せして、はい、バッキバキの映画なんだけど、いや見てみよう。よかったら見てください。でも有名な映画ですよね。超有名ですよね。めちゃめちゃ有名な映画です、うん、1976年、1976年か、はい、ロバート・デ・ニーロがもう一番代表作ですよね。僕が生まれる20年前ですね。私76年。これは皆さん全員見た方がいいですね。ここでまあ出てくるってことですよね。出てきます。ずっと出てます。ずっと出てる。そこで来たのが割と有名な感じかな。そう。じゃあ続いていってみましょうか。ここからは少し現代的になります。これね、逆にナイロンです。あ、なんか
ちょっと現代っぽいですね、うん、これはね、K3B っていう僕がやってるブランドなんですけど、かなり形が綺麗です、うん、綺麗ですね。めちゃめちゃあのなんだろうな、着やすくて、うん、すごいですもん、ストレッチが都会的ですね、すごい都会的ですよ、うん、ジャケットとかにも似合うし、ちょっとポケットもちっちゃくしてるんですね。そうなんです、はい、ここはね、パッチ&フラップのポケットですけど、うん、こっちはフラップだけのポケット、うんうん、でしかもかなりスマートにしてます、うんうんうん、だから男っぽいんですけど、うん、かなりなんだろうな、かっこいい。これ僕はね、個人的に大好きなモデルです、うん、はい、ポリウレタン 23% ナイロン 77%、うん、軽いでしょ。軽いです、軽いです。もうだから出張着ときとかもう本当にここにいろいろサングラスだの、うん、スマホだのいろいろ入れて、うん、バッグいらずでいけちゃう。確かに。そして同じ感じでいきます。ちょっとね、ナイロン系結構あるんですよ、うんうん、ムーレー M65 って言ってもいっぱいあるんですよ。ちょっと良さそうな感じしますね。これも似合うね。かわいいっすね。胸のねところにファスナーがついてたりとか、うん、基本は同じスタンドカラーでファスナーがついてて、まあ、パッチ&フラップのポケットがいくつかついてると4つぐらいついてるタイプですね。これも似合うね。これかわいいっすね、うん、これも。でムーレーではもう一着あって、うん、こういうタイプもあります。これ M65というよりはもうちょっと違う変化球に近いんですけど、一応これも着てみます、うんうん、はい、そっちの方が M65 に近いね。最初の1着だとやっぱり どの色を買うのがいいんですかね。難しいところだ ね、難しいですね。今ノア君のスタイルだったらさっきの黒のケースに、はいはいはい、うん、ものすごい合ってますね。でミリタリー感強く出すんだったらやっぱりこういうカーキー、カーキーとかの方が、一番最初のオーベルジュグリーンラペルイルグストのやつはもう間違いない。 M65 というよりはちょっとジャケットに近くなってて、うん、着やす、軽い、すごい軽い。これそして M65 でもこういうパターンもあります。スウェードですね、エンメティですね。うわ、ゴートスウェードすごいぞこれは。ヤギですね。うわ、似合うな、かっこいいな、かっこいいね、これ気持ちいい。いや、ちょっとM65 って一口に言ってもいろんなこうなんだろう、素材でできてるから、うん、表情が全然違うんですね。確かに違いますね。最初のだ本物で言うとこういうね、こういうものもあれば、うん、今着てるスウェードみたいなのもあるし、全然違うんでね。ただやっぱり男のなんかこう、うん、アイテムとして男をかっこよく見せる、まあ、定番アウターということなんで、うんうん、これだけバリエーションが飛んでるということなんです。そういうことですよね、うん、そして、まあ、トップブランドでも、うん、やっぱりね M65 みたいなの出してるんですよ。ラストはどこだろう。これはね、これはね、このラインナップの中では一番とてつもなく破格だけど。切り替えでレザー使ってますか。使ってますね。ネックのところ。ネックのところ、はい。必要ないですよね。すごいですね。ナイロンなんだけどめちゃめちゃしっかりしてる。これ着てからブランド言うよ。はい、おうこの感じをあのバックパックとかでよく何回か。金のジップとかですよね。あそこのあれですか。そうですよね、多分これまで出てきた。ああ似合うな、これだ。着やすい。これね、トム・フォードです。リアルに近いものから運上ブランドまで、まあ、出してるってことなんですね、この M65。 ちなみにこれで462,000円です。かっこいいよね。かっこいいですね。かっこいいです。形もかっこいいし、もちろん形だけじゃなくて素材もいいし、うん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 、こういうところのレザーの切り替えにしても、こちらもそうですね。似合うね。似合うな。これかっこいいな。ポケットまた斜めについてるんですよね。そうですね、取り出しやすいように、うん、ノア君これでサングラスかけてもらって。またでも雰囲気変わりそうですよね。これいいんじゃないですか。ああ、いいね。似合う。写真撮ってますこっちで。M65 と一口に言ってもこれだけいろんなバリエーションがありました、うんうん、はい、色もね、はい、今日着てる黒、それからネイビー、それからミリタリーグリーンといういっぱいあったけど、さあどれが今日は良かったでしょうか。男っぽいアイテムだっていうのは分かった、はい、うん、でも結構こう色味とかで素材とかで変わるんだなっていうのがありましたね、うん、まあ、トム・フォードかっこいいですけど、まあその雨とかいろいろ考えると、都会のシーンとか考えると、まず K3B、 K3B 安いよね、これ5万9000円とかでしたっけ。そうだね、5万7200円とかね、
まあまあいい布なんだよね、まあ、使い勝手がいいのかなっていう。最初の1着とかすごい使いやすい気がしますね。そうだ ね、 そうだね。7着目でそこにたどり着ける、うん、そこまでにも相当使ってますよね途中までで。ちなみに天の声さん、大坪さんどれが良かったですか。そうですね、うん、スウェードの、うーん、あ、これそれは着てみようかな、かっこいいねと思って。うわ、こちらめっちゃかっこいいっすね。いや、かっこいいなぁ、これ。あら、写真撮っちゃうな、これ。これかっこいい。これかっこいいですよね。これは、これどこでしたっけ。これエンメティです、ね。あ、エンメティですね。エンメティの M65 ですね、これね。さっき物撮りしたんだ、これ。かっこいいなぁ、はい。ということで、今日は、ね、男の中のアイテムで絶対欠かすことのできないこの M65 に言及して紹介してきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。この秋冬はね、ちょっとミリタリーの要素とかね、結構出てきてるんで、また一着手に入れてみてはいかがでしょうか。まあ、どれをいくかっていうのはね、ちょっと皆さんお好みがあると思いますけど、やっぱりこう白 T とかね、黒 T とか、このブラックデニムの時にはこういうね、ちょっと男っぽいアウターっていうのは非常に似合うんで、ぜひチェックしてみてください。というわけで、この編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細をご覧になりたい方は本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください。そしてさらにですね、ハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて、服魂と書いていただいて、皆さんですね、自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に服魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして、皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います。ですので、ハッシュタグ福魂とか言っていただいて、インスタグラムの方をアップしてください。そしてさらにですね、今回着てるような洋服、ミニマルワードローブと連携しましたので、そちらの方で買えるものも非常に多いです。ミニマルワードローブは僕が好きなものだけを集めているセレクトショップなんですけど、そことスタイルクリニック、そしてフォルツァスタイルというのが連携し始めました。ですので、ここで見たものが買えるようになりますので、ぜひですね、ご覧になっていただければと思います。ということで、皆さんまたお会いしましょう。この辺で。